市長の是永でございます。新型コロナウイルスの支援策、ワクチン接種についてお知らせをいたします。本市においては、これまで21例の感染者が確認されておりますが、大きな広がりには至っておりません。市民の皆様や事業者の皆様の感染防止対策へのご協力に心より感謝申し上げます。一方で市民生活や地域経済には大きな影響が出ております。そのため、今回市内の個人、法人の事業者に対する追加の支援策を実施いたします。具体的には、この1年間の売上が前年と比べ2割以上減少した事業者を支援する通年型と、本年1月または2月の売上が前年同月比2割以上減少した事業者を支援する突発型のいずれかを選択できるようになっております。法人で最大30万円、個人で最大15万円を支援いたします。申請期間につきましては、2月中旬から4月末までを予定しております。詳しくは、市商工振興課、宇佐商工会議所、宇佐良院商工会へお問い合わせください。次に、ワクチン接種についてであります。ワクチンの接種には、医療機関で行う個別接種と、市が開設する会場で行う集団接種があります。スケジュールとしましては、ワクチンの供給状況にもよりますが、まずは高齢者を優先として接種券を送付し、3月下旬から市内の医療機関において個別接種を受けていただくことになります。集団接種につきましては、市が設置するコールセンターで予約を受け付けた上で、4月下旬より接種を始めます。なお、その他一般の方につきましては、個別、集団接種ともに5月中旬から始める予定といたしております。市といたしましては、医師会の協力を得ながら、迅速かつ円滑に接種が進むよう、万全の準備を進めてまいります。どうぞ皆さんのご理解、ご協力をお願いいたします。